か時間がないので、はい、1つ目の企画に参りましょう、はい、視聴者の皆さん、ゲストさんや私たちに質問したいことあるじゃないですか、ということでこのコーナーいきます。1人30秒質問45個みんなで答えましょう。こちらはですね、視聴者の皆さんにそれぞれのメンバーへの質問をコメントで送っていただきます、はい、1人テキパキと5個答えて次の方に交代、1人30秒で5問答えますので、うん、6秒に1問は答えないといけない計算でございます。30秒経ってしまったらスタッフがフライパンを叩きますので次の方に移ってください。フライパンでしょう、はい、フライパンでございます。じゃあ、まあ順番はマッチュンから、そうですね、慣れてる人からどんどん、はい、行きたいと思います。はい、はい、じゃあ、早速、皆さん、マッチュンへの質問、よろしくお願いします。あ、早い、来るかな。あ、どうしましょう。お、今行ってますよ。意外にね、あなんかこうやって見たらすごいですね。今、ほのぼのしてる時間じゃないよ。あ、そうですね、急ぎましょう。あのね、お手本やんないと1人目は、そうなんですよ、どうしよう。あ、宇宙一可愛いのはまっちゃん。はい、もう大丈夫です、宇宙一可愛いの。そう、多分乃木坂46をご存知ない方は知らないかもしれないけど、宇宙で一番可愛い、あもう一本しか答えてないからね。一本しか答えてないから。じゃあ、皆さんは戦国さんから順番にお願いします。みこさんから。はい、早い早い、難しい、はい、戦国南へ、戦国南へ、愛媛派です。好きな色は赤です。お昼ご飯はカレーです。刀持ってきた心にあります。すごい、リンゴ、リンゴ好きです。マリオ好きです。ありがたい、すごい、あー、いい、すご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 い。はい、じゃあ次、古川コナッツお願いします。はい、コナッちゃんさん。バナナとリンゴ、バナナ、神奈川県出身です。キノコ踏んだことないよ。あ、ミコにか。好きなお菓子はケーキ。すごい、キノコや。キノコすごい。好きな本は漫画。昨日はイベントしてました。おお、はい、全部答えた。モリティさん。はい、じゃあ次モリティにお願いします。ルイチです。はい、じゃあスタートします。ドリアン好き嫌いです。好きな色は緑。好きな、明日の予定はツアーです。そして、何でしょう、何のキノコ食べた。キノコ食べてない。いや、4個だったね。じゃあ次は佐藤にお願いします。佐藤綾乃。綾乃さん。好きな缶詰、桃。一番好きな曲、めちゃキュン様。今食べたいものは納豆。昨日ちゃんと寝れた。うん、寝れてない。血液型は A 型。好きな車は白。すごい、すごい、人間です。すごい、すごい、すごい、早い早い。はい、じゃあ次、サワカリがやります。サワカリ、あかりさん。スワップ細胞ありますか。ありません。そうなんです。赤赤、好きな炭酸飲料はコーラです。割りたいものは氷柱です。好きな数字は7です。破壊したいものは、読めちゃった。好きな、何ですか。好きな歌は、アップアップ台風です。おー、ギリギリ、ギリギリセーフ。関根行きます。関根あずさん、よろしくお願いします。大好物はマグロ。あー、マグロ好きな、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 ど、なんだ、なんだ、結婚してくれますか。やだ、落ち込んだ。名古屋好き、好き。今、今、な、好きな悪魔は、あの、トゲ、トゲが生えたやつ。何それ、何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 、かな、かなちゃんとマッチュ、マッチューさんが好き。どうしよう、結婚しよう。結婚しよう。はい、新井まなみが行きます。新井まなみ、起きてる、起きてます。ダメよ、起きたんだね。好きなアニメはワンピースです。チャ
ームポイントは無駄にでかい目です。高校楽しい楽しいです。あとなんだ、好きな教科は英語です。おお、まだでした。あと1個ですか。はい、頑張ってください。やばい、あ、あー、終わってしまった。じゃあ次、中田へお願いします。はい、中田さん頑張れ頑張れ。好きな巨人は、あ、ちょっと読んできます。ほら、なん読んでへんから。そんないっぱいおる。ラーメンは何味が好き、塩。なんか読めない。リンゴスマイルは、なんかもうちょい頑張った方がいいと思う。頑張ってるよ、はい、毎日。明日の予定、明日はお仕事です。バナナムーン、出てたんだっけ。そう、出たの。行ってない、ごめん。バカやろじゃあ、いつも寝ちゃったんだよね。まあ、1時やったけど。終わった。難しい難しい。エレンハーリバイ派、エレンハーリバイ派。もう一回言って。もういい、もういい。はい、行きましょう。はい、ではここでね、一旦ちょっと落ち着くためにも、はい、あの、はい、アップアップガールズかっこかりさんの最新ミュージックビデオを見ていただきたいなと思います。はい、はい、こちらはあのどんな曲でしょうか。はい、はい、この曲はですね、あのシンガーソングライターの大森聖子さんに初めて作詞をしてもらったんですけど、私たちのこうアイドルとしての気持ちだったり、そういう部分をちょっとダークな感じで描いた曲になっているので、そこに注目して聴いてください。それでは聴いてください。アップアップガールズかっこかりで、借りは返すで Be Your Soul。